旧福岡県公会堂貴賓館は、福岡県福岡市にある国の重要文化財、建築物である、天神中央公園の中に位置する。旧福岡県公会堂貴賓館は、もともと、第13回九州沖縄8県、連合共進会の開催に伴い、来賓接待所のために建設された。1910年会館の折には、官員の都と人と新 同七恵子が宿泊。1912年3月には孫文が、同4月には皇太子、吉人新郎がそれぞれ登竜し、1916年の陸軍特別大演習では本営に指定された。太平洋戦争中には福岡連帯区司令部にもなった。戦後は福岡高等裁判所、福岡県立水産高等学校、 福岡県教育庁舎など様々な施設に転用。寄品館は明治時代の希少なフレンチルネッサンス様式を基調とする公共の木造建築物と評価され、1984年5月に国の重要文化財に指定された。2005年に発生した福岡県西方沖地震で天井、ガラス、壁などに大きな被害を受けたが、 復旧工事を経て2008年5月から一般公開が再開された。木造2階建てで、設計は福岡県の土木技師、三条栄三郎によるものであり、フレンチルネッサンス様式のデザインが取り入れられている。一般公開されている。ありがとうございます。